どうもこんにちは、ゆきちかと申します。今日もエカンナやっていきたいと思います。よし、そんな感じで今日も全力で戦っていきましょう。なんでこうも俺は滑舌が悪いんだ。やばいわ、もう俺の滑舌が悪いのはもうお家芸になってきてるからね。皆さんお許しください、ついてきてください。そんな感じで一郎さんでいきたいと思います。オーダーはもう別にこの1年3年衆は投げ出せられない。どういきたいと思います。やかしい滑舌悪いのをご利用ししていくスタイルでございます。この試合勝って甲子園確定させに行きましょう。なんか最近めっちゃ発疹みたいな出るんですよね。発疹なのかただの虫刺されなのか、なんか蚊じゃなさそうなんだよね、刺されてるのか。総合戦力 B 強い、ここだね。はい、行きたいと思います。稲本中澤ムードバツ、はい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 、行きましょう。ちょっと調子乗りすぎました。いつもの俺で行きます。いやー、でもなんか全体的に強いわ、普通に強い。てか皆さんこれいつも見れてます？なんか見れてねえよバーカっていう、なんかコメントしてください。見れてねえよバーカ、もっとゆっくりしやがれこのクソがみたいな。コメント全然いいんで、もう本当に何でもコメントください、お願いします。ぜひチャンネル登録高評価もお願いします。イチローさんがエグいんだよ、見て5割5分よりんだよ、エグくない？どういう次元よな。2点ちょっとは2点取ってくれたのは王さん。11本目、王さん完全復調じゃない？これ王さんでいいんじゃない？もうこれはもう貞治じゃない、王さんです。もう貞治とか言えない、申し訳ない、王様です。王様、もうキングって名前に改名しようかな、王キングみたいな。それ舐めすぎだな。引っ張りでいこう、頑張ってくれ北野くん。北野っち、スケッチワタッチ、スケッチワタッチ、僕エッチで。何故に水沼くんがすごいんだよ、水沼くん打撃能力高っ。え、見てみんな、水沼くんの打撃能力高くね？え？こんな君高かったの打撃能力。これじゃ3割打つのも納得だわ。てか二刀流やん。いや、実質二刀流やん。え、てか、水沼くんなんなら8番ありだぜ。え？何その能力。ちょっと水沼くんなんなら肩弱い人だったら盗塁できるんだけど。ちょっと何やってんの、何やってんの、今何があった今何があったの、もうなんかいろいろと衝撃的すぎてやばい。投球は C か、やめとこう。セーフティー6だけど、6だけど、いや、まあ、やめる、やめる、いや、してもいいけど、5割5分乗っけてくれ。あ、これワンチャンセーフある、ワンチセーフ、ワンチセーフ。ワンアウトだったらね、セーフティーしてくんだけど、積極的に。水沼くんにびっくりすぎて俺ちょっともげそうなんだけど、下が閻魔大王に下抜かれそうなんだけど。オッケー、うまっうまっ、一応6うまっうまっ、うちのチームエグっ。そろそろ牽制で刺してくれてもいいんだけどな。世界に一つだけの花、なんか最近猛烈にさ動画が撮れてるか心配になる症候群なんだよね。なんだろう、撮れてるんだけどさ、なんか撮れてるか確認しちゃう癖があるんだよね。やばいやばいやばい。で、水沼くんと、もうこの打撃能力なら普通に打てますから。やばいって、盗塁 E だけなんだね。チャンスも C だし。これなら打てた、当たり前、当たり前じゃないけど打てるわ。これなら、3割今まで何であるのか謎だったんだよね。あれはタイムリーじゃないよ、テツト。アウトだよ、あれは。テツトもっと気合入れて。気合入れて。3割乗っけようよ。これセーフ。ワンチャンあるじゃない？惜しいな。やつ使っちゃおう。もうここ、パンチでいきたいと思います。もう1年ピッチャー陣は絶対投げさせないんで、ギリギリまで。もうできるなら水沼くんはギリギリまで引っ張りたい。なんだ、甲子園、水沼くん一人で勝ち抜けるかな。頑張ってね、水沼くん。一人で頑張るんだぞ。気合入れていかないと。頑張ってね、男気見せよう。オッケー、いいね。水沼くんは普通にスーパーエースなんだよな。低め7だしな。てか、持ってるとこの方がエグいんだよね。オッケー、シャツ7取れます。いやー、素晴らしいわ。で、イチローさんと、またイチローさんです。イチローさん今日1安打か、1安打じゃ物足りないな。3安打4安打してくれないとちょっと物足りないね。頑張りましょう水沼くん。1年ピッチャー陣の中じゃ誰だろう、やっぱ数目が一番頭に1つ抜けてるかな。来年1年ピッチャー陣誰か強いの取らないと結構きついぞ。やばめになるんだよな。1年で誰か伸び B とかさ、伸び A とかさ、そこら辺来てくれたらしばらく安泰なんだけど、ピッチャーが強いの欲しいな。てか二刀流天才が欲しい。テツト、ファーストに戻すよ。
鉄とはお子ちゃまだからってなるよ。タカさんいじられるよ。あと点数これで取りに行かないといけんくなったわ。行きましょう。ノーアウト1塁。誰ですか5番では。5番は大道くんか。大道くんなら無理なんだよな。ファイト使ってレッツファイティング行きましょう。ビジャラク、ビジャラク、これは頭超えるよね。さすがに、さすがに超える。いくのボールは中継。じゃあ、まあ、伊沢なら絶対打てる。もう、伊沢なら、伊沢なら、センター返し。伊沢くんなら絶対打てる。もう、この男、俺、期待しかしてない。うわ、伊沢くん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 、ファイト、ファイト、オッケー、まあ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 。で、北野地と、エンドランかけるか。エンドランかけまーす。もうかけません。1点差で1年次投げさせられないからさ。オッケー、北野ダーン。引っ張りできます。頑張れ、頑張れ。テスト、テスト、テスト。テスト。さっきのエラーごめんなさい、打法しよう。ごめんなさい、打法。伝統のごめんなさい、打法。エラーしたら謝る。礼儀よ。で、流し打ちと。やばいやばい。5割切っちゃうよ。5割切っちゃうよ。疲れたし、ここ叩いて。いった、ナイス。おー、危ねえ。矢沢君の急成長完璧に忘れてたわ。流し打ちに行きます。矢沢君、頑張れ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 。行っちゃって、行っちゃって。まあ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 。決めてきます。おおおおお、王さん、王さんならまあ仕方がない、仕方がない。まだ、あ、俺補給上げてないからね。これはゲッツー2個案件だね。これでツーアウト、ランナーは一塁変わり。水沼くんもな、ちょっと絶好調じゃないんだよね。よし、ノーアウト1塁。誰だっけ4番、王さんか。王さんはさすがに無理だわ。で、大道くん、ここはさすがに、さすがにホームラン打てる。さ、ホームランっていうかヒットは打てる。これは頭超えないか、打てない。何やってんの。これ引っ張ります、引っ張ります。これ2個ダメ、2個ダメ、2個ダメ。お、強行行行行行行した、弱した。流し打ちでいっか。なんか別通じゃなきゃ、とりあえずオッケー、素晴らしい。うん、そう、そう、これ別通、別通ダメだからね。もうあとはもう打撃とか変えません。ピッチャーだけ変えます。うん、ストライク取れでいっか。荒垣、渚ちゃん行きましょう。渚ちゃん、渚ちゃん、渚ちゃん、ギータなら取れません。ギータ取れないか、てか守備上げてなかったわ。セッツン行きましょう。セッツンならここは切ってくれると思います。頑張ってね、セッツン。やばい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 。やっぱエースはカズミか。1年3人集がやばいな。で、ここで、セッツン変えて、前回防御率 0.00 がなくなってしまったカズミです。打たれ強さがつきました。緩急でいきます。あーれー、この未来に不安しかありません。私は未来は不安です、未来は不安です、未来は不安です。1年ピッチャー陣3人衆しっかりして頑張って。てかカズミ、もう君を下ろしたらピッチャーいないんだから、もうイチローさんに投げさせるよ。もうもういいや、イチローさんに投げさせるぞ。ちょっとライトで頭冷やしておいで。イチローがつなぐから、見てて、イチローさん見てて、イチローさんを、イチローを見よ、見てください。あー、ほら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 、初めてアウト取ったよ。もうイチローさんだよ、エース、イチローだぞ。来年のエース、イチローさんでいくよ。もうまったく、打たせて取れていいよ。打たせて取れるから、イチローさんなら。みんな見てろ、1年ピッタージ見て、ほら見て、この男。ほら、カズミ最後、ほら、カズミ最後、切ろうね。カズミ最後も切ろうね。頑張って。頑張ってね。カズミ、カズミ、カズミ。ほら、頑張った。ナイス。もうこれはイチローさんが持ってきた流れですよ。ナイス、イチローさん。いやー、素晴らしかった。イチローさんが攻守にわたったけ大活躍でございました。いや、5割いつまでキープできるかな。これ、卒業4割ワンチャンあるんじゃない。イチローさんにもホールドついたし、みんな頑張ったね。まあ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 。ちょっとぐらい見逃してやるよ。しょうがない。こんな感じで、イチローさんの守備も、守備じゃないや、パワーとミートが A に残りました。十分でございます。こんな感じでドラフト会議まで行きましょうか。本屋さん泊まりましょう、まずは。本屋さん、急速測定は取っときたいな。ベーランも欲しいけど、ベーランも欲しいけどね。本屋さん、なんかここ、アベヒとかくれないかな。アベヒとかパワヒとか、アベヒパワヒ、アベヒパワヒ、アベヒパワヒ、対エース。よし、ドラフト会議でございます、皆さん。誰が選ばれるんでしょうか。果たして前川くんがどこに行くんでしょうか。前川くんがどこに行くかな。前川くんどこ行くんだろう。ちょっともう、なんか、ひたすら疑問しかない。どこだろうね。中島くんロッテ。前川くんドラゴンズ行きました。平井選手がタイガース。DeNA クロスくん。
そして金島くんです。あれ誰かプロ入りしなかったぞ。誰だ誰だ誰がプロ入りしなかった、誰がプロ入りしなかった、まあ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 いいかまあいいか、誰だろう誰だろう、誰かがプロ入りしてない。そんな感じで次回オフシーズン進めていきたいと思います。そんな感じでまた次回のところでお会いしましょう。またね。